ジャンプ。ジャンプ、ジャンプ。今日はですね、ちょっとコメント欄から、はい、ランニングスロー、はいはい、それをちょっと教えていただけないかという、はいはいはい、質問が来てたんで、豊さんにちょっとセンスだな。もうそれ言っちゃうと、それ言っちゃうともうあれじゃないですか。まあ例えばいろんな種類があるじゃん。はい、ランニングスローって、はい、まあジャンピングスローもあればさ、はい、ランニングスローも、まあランニングスローっていうのは大体ランダムプレーの時使うよね。わ、はい、かる。はい、いやあんな薄いいや、まあランダムプレー、まあ、まあ、強殺ってことですか。強殺の時に、はいはい、まあランニングスローって結構使うじゃん、はいはい、まあ、あとはピッチャーが取って、はい、一塁側に走りながらランニングする。あ、その時に一番のポイントは何なの。一番のポイントは、ね、まあ、何、何でもそうだけどさ、バッティングの時もそうだったけどさ、意識が大切だっていう話をしたじゃん、はい、意識、はい、だからその意識がどこにあるかによってそのミスが起きるか起きないかっていうことが決まってくる。はい、どこに意識があるか。意識どこにある。スナップ。あ、スナップか。お前はスナップってのは手首。手首だな。手か。肘っすか。肘から堂々と言える。肘からリストにかけてる。正解。おっしゃーというのは、はい、肘を決めとくと、はい、あとはランニングスローってさ、はい、そんな長い距離を投げることじゃないじゃん、はい、ジャンピングスローと違って、はい、肘をこう支点として、はい、あとはこう肘をの伸ばしてやる、腕を伸ばしてやるだけでスナップ効くから、はい、ね、こうやってやってて肘も決めないでこうやってやってると余分な動作が入る、はい、だから肘だけ投げる時の状態を保ってやるとそのままやるとスナップも使えて正確に投げられる。よく失敗するのはさ、こうやって追っかけながらさ、ここでいきなり投げるやん。ああ、はい、しっかりこうやってボールを相手に見せてあとは伸ばす、ちょっとこのぐらいの距離でいいからこういうキャッチボールして、はい、伸ばすだけ、伸ばすだけ。はい、で投げるとき右足を出してもらう。どっちが投げやすい。右足と左足とスナップスローのとき右足です。右足だよな、はい、だからタイミング的にはこうやって全力で追わなきゃいけないけど右足でパッと投げる。肘から伸ばすだけ。もう余計なことしない。スナップも使おうとすんなよ、はい、左に曲がる。この肘がまっすぐ出てればそのまま投げれば必ずまっすぐ行った、はい、ゴロ取ってこうランダムプレーに入りました。俺が入って言ったらすぐ投げる。うわ、はい、いかはい。はい、全力で追う。はい。なんでお前こうやってブレーキかけるんだ。いや、なんかちょっと近いかな。近かったら近いなりにゆっくり投げりゃいいだろ。はい。そうそう、ちゃんと視点を決めて、あとはお前最初のうちはさ、はい、手首を使おうとしてるよね、はい、やっぱ最初に言った意識が手首って言ってる、はい、そうだ、手首を利かすとさちょっと引っかかったりとかすると、はい、もう取る側としたら取りにくいわけだから、これを伸ばしてやるだけっていう意識をすると引っかかったりとかしない、はい、だからそういうことを気にしながらランニングスローをやるとミスがなくなる、まあ、例えばランダムプレーは一発で殺せ。なんでだ。だから難しい。走る。寝ちゃうよ寝ちゃうよ。いやだからキャッチボールが増えると、はい、ミスが起こりやすい。ああそう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 。いやお前それそれってお前表現お前話し方としてさ表現力なさすぎ。ええすいません。何言ってくれるみたいな。こんな考えてさ。だから何回もキャッチボールが入るとミスが起きるから。一発で殺す、はい、ね、まあ、それが基本じゃない、はい、ね。
まあ、さっきこう肘を支点にっていう話を、はい、まあ、一つのランニングするんですね、はい、で、まあ、取ってからこう投げるさばきのランニングする場合だから、はいはいはい、まあ、それをちょっとやってみるけど、はい、何が大事なの？意識ですよ、うん、どこに意識する？だからそのやっぱ取るとき今踏み出しの足というか大事かな。タイミングです。え、タイミング、タイミングね、はい、でタイミング、まだなんかタイミングを意識する、タイミング、そのボールとの距離というか、それだよ。でランニングするで一番大事なのはさ、取る動作よりも投げる動作だよね、はい、じゃあそのセカンドに投げる、まあ、はい、例えばショートが取ってセカンドに投げる、はい、ランニングスローと一塁に投げるランニングスローと違うよね、はい、距離が違う、距離が違う、はい、そうだ、距離を出すためにどうする？例えばショートに投げるって言ったら至近距離になるじゃない、はい、ある程度、はい、ね、はい、そうなってくるとボールをやっぱ見せてあげるっていう、わかる？でもそれは基本からつながってるよ、はい、ここら辺でランニングスローってなかなかできないからね、ミスが起きる、はい、やっぱ真ん中だよ、ボールで終わるのは、だから真ん中に入らなきゃいけない、はい、入ってボールを見せなきゃいけない、そして投げて、はい、そしたら取る側は安心するからボールが速く見える、なるほど、ね、はい、だからこうやって隠して投げ、急に投げられて引っ掛けられたらボールを取れなくなる、だからある程度開いて見せてやるっていうことですね、はい、でも遠くなると開いたら投げれなくなる、はい、だからしっかりやっぱこう一緒だよね、基本との変形でしっかり投げる方向に肩が入ってるっていうこと、そしたら強いボールが投げられる、だから体の使い方、まあ真ん中でボールを割る、それは基本通りなんだけど肩の開きが変わってくるっていう、で肩を入れといて開いて投げないということ、腕の振りで勝負する、開いたら腕振れないから、まずショートからやってみよう、あのセカンドね、はい、左足の前で取って投げなきゃ、うまく割って割る暇があるんだったらこのまま投げた方がいい、来ました、こんな感じでこうもうそっから投げるっていう、ああ、だからこっからすぐ投げる、今のはピーンやつだから状態が、お前さ状態が立ち上がってこうランニングするのするから汚く見える、連動性がなく感じる、でここで下で取ったら下でだけ、なんか難しいだろ、だから下で取った分上に投げなきゃいけないっていう意識でさ、意識は捨てた方がいい、そういう、はい、はい、難しいだろ、ああ、いやだからもう取った位置で投げるのがランニングスローだよ、取ってから多少起き上がりながら投げるのはもうランニングスローと言えない、まあそれはもう時間があるときはまだそうやってもいいけども、基本は取った位置で投げれない、で今度一塁投げて、体がさ、こうやって確認しようとするでしょ、確認しようとするとボールっていうのは強く投げられないから、確認は一応するんだけど、ハスで確認してみる、はい、お前のこうやって取ったらこうやってな、ちょっと思いっきり下から投げて、はい、そうそうそう、まあまあそんな感じじゃないともう間に合わないよ、 0.5 秒とかそういうので間に合わない、分かる、はい、はい、セカンド、この方が早い、もう俺遊び入れたけど、はい、まあこれとかさ、はい、ね、もう一か八かさ、例えば内野安打で、ね、生かすも
もうこれでミスするのも一緒じゃない。もしここでジャックルしてさ、ワンテンポ遅れたとか、はい、もう絶対殺さなかったらさ、その中の最善のプレーをするという、もう結構冒険しないタイプでしょ。ちゃんと育てられたんですかね。人生冒険だから。ああ、これはね、はい、うん、いろんなところに行き、はい、ね、いろんな経験をし、はい、ね、それを集大成がね、死んでいくの。集大成を迎えて死んでいきなり死んでいくもんだよ、急に。いや、だけどやっぱその中で冒険をしないとさ、得るものもないって。確かに。お前ちょっとやってみて、逆シングルでやるかなと思ったら全部こうやってやってる。こっちは近いから意外とやりやすいんだよね。でこう開いてちゃんと見せながらやってる。ランニングスローの基本とすれば、まあショートサードやっぱ距離が違うから、やっぱ体の使い方、肩の入れ方全然変わってくるよね、はい、で強く投げなきゃいけないと、はい、ただ基本はやっぱ取った位置から投げる。取ってから持ってきてわざわざジャンピングスローしてもしょうがないと、はい、やっぱ取ってから取った位置で投げて、まあ、そういうことが大事、はい、この肘から、はい、体の使い方、はいはい、まあ、そういうところ、まあ、見本を見せながら、はい、そうですね、ね、どういう写りになってるか分かんないけど、はい、楽しみにしたいです。相当息上がってます。、ね、はい、ありがとうございました。